はいどうも、皆さんこんにちは、アキトです。過去問解説で2016年東大理系の第4問見ていきたいと思います。問題はこちら。複素数平面上の3点 A1、BZ、CZ 事乗が A 角三角形をなす Z の範囲を求め図示せよ。こういった問題となっております。今回は複素数平面での図形の話ですので、まずは図を書いてどういう状況なのかっていうのを把握していこうと思うんですが、今回は複素数平面の話ですので実軸虚軸みたいな感じで取ってあげて、今回は3点を取りましょうねと。まず A っていうのを1というふうに取りましょうねと。これは XY 平面だと思うと1、0に当たるそんな点が A ですよと。で続いて B っていうのが Z というふうになっていて、これはよく分かっていないので適当に例えばこんな感じで取ることにして、こんな B、Z っていうのを取りましょうねと。でこの Z に対し C っていうものを Z 事乗というふうにしますよと。すなわち Z×Z ということで掛け算を行っているんですが、複素数平面での掛け算っていうのは図形的には回転とあとは拡大を表しますよと。この OB っていうのをこの角の分だけ回転し、拡大としては OB を OB だけ拡大するよと。すなわち OC の長さっていうのが OB の事乗となるようなそんな位置で、まあ大体こんな感じでしょうか。こんな感じで ABC っていうのを取ってきて、これを結んで三角形 ABC っていうのを考えますよと。今回はこの三角形は図形的には鈍角三角形というふうになっちゃっているんですが、こういうふうに三角形を取ったときに、じゃあこれが A 角三角形をなすような Z の範囲を求めて、その Z の範囲を図示してください。こういった問題となっているわけです。今回はこんな感じの図形を眺めて条件を処理しようとしても、それはなかなか厳しそうですので、ある程度は式に教えてもらうことになるんですが、今回処理しなければいけない条件っていうのは、まあ、当然 A 角となるようなそんな条件を処理しなければいけないんですが、忘れちゃいけないのは、ちゃんと三角形をなすよというような、こんな条件も処理しなければいけません。今回は B の座標っていうのが Z というふうになっていて、この Z に関して、とりあえずは特に何も条件が与えられていないので、そもそも三角形が成立するかどうかすら分かっておりません。例えば、Z イコール2みたいな状況を考えたときに、A が1、B が Z で2と、C が Z の事乗なので、2の事乗で4ですよと。すなわち、複素数平面を考えてあげたときに、全部実軸上にあって、A、B、C みたいな感じに1、2、4というふうになっているよと。この時 ABC 結んでも三角形はできませんので、例えばこんな例があるように、そもそも三角形が成立するかどうか分かりません。だからちゃんと三角形が成立するっていう条件と、さらにそれに加えてちゃんと A 角三角形となりますよと、この青と赤の2つの条件を処理しなければいけません。まずは赤の方の三角形が成立するよというような、そういった条件を考えてみたいと思うんですが、今回適当に3点与えるよという状況なんですけれども、基本的に3点取ってきたら、ほとんどの場合は三角形が成立するわけです。なので、三角形が成立しない、三角形 ABC ってものが成立しないというような状況っていうのは、結構レアな状況というふうになっていて、まあ、この条件の方が考察しやすいので、まずはこれを考えてみたいと思います。で、今からこの条件を考えて、すなわち成立しないっていう条件を考えて出てきた Z の範囲、それを満たさないってことが成立しないということではないので、成立するよと。三角形をなすよということで、この赤の条件が処理できるわけです。なので、じゃあ三角形 ABC が成立しないっていう条件をまずは考えたいと思うんですが、これどういう条件があるのかというと、今回3点与えますよというふうに言っているんですけど、ただその3点のうち、どっかが被ってしまうよと。例えば、A と B と C みたいな感じだったときに、B と C が一致してしまったら、当然2点しか用意されていないので、三角形は成立しないわけです。こういうふうに3点与えたときに、じゃあそもそも点が一致しなくて、異なる3点になるよというような条件が必要になります。三角形が成立するためには、異なる3点というふうになっているという条件が必要ですので、じゃあ成立しない条件の一つとして、どっかに点が一致するよと。じゃあ例えば、A と B が一致するよというような、そんな条件を考えてあげると、すなわちそれは、Z イコール1ですよと。なので、成立しない条件として、例えば Z イコール1というのがあるわけです。じゃあ今度、A と C が一致するという状況としては、Z 事乗と1ってものが一致しているよと。Z 事乗イコール1ですので、Z イコールプラマイ1ですよと。すなわち、1とかマイナス1みたいな状況だと、点が一致するので成立しないわけです。他に、A と B が一致する、A と C が一致する、残りは B と C が一致するという状況があって、これは Z と Z 事乗が一致するよと。すなわち、これは Z イコール0か1ですよということですので、すなわち0プラマイ1の時っていうのは、このうちの少なくとも2点は一致するよというような状況になっていて、三角形が成立しないわけです。例えば成立しない条件として点が一致するみたいなものがあるんですが、じゃあこれ以外の場合、
すなわち Z っていうものがプラマイ1でも0でもないよというような、こんな状況を満たすときっていうのは、じゃあ異なる3点が与えられているよと、 ABC として異なる3点が与えられているというような状況になっているんですが、じゃあこの状況で三角形が成立しないっていうのがどういう時があるのかというと、例えばこのような状況なんですが、すなわち一直線上になっているよと。例えば A と C がこんな感じだった時に、三角形が成立しないような B の位置ってどこかというと、この直線 AC 上に B みたいなのがある時に三角形が成立しないわけです。なので異なる3点が与えられていて三角形が成立しないっていうことは、この ABC っていうのが同一直線上にありますよと、そういう条件で処理をすることができます。じゃあ異なる3点が同一直線上にあるというような条件はどういうふうに処理できるのかというと、例えばベクトルを使って処理できるんだとすると、それは何か AB っていうものを K 倍したときに AC というふうになるよと。K っていうものを実数として、まあ、ベクトルを使うんだとすると、こんな感じで表すことができるよと。AC と AB を考えてあげたときに、AB を拡大とか縮小とか、もしくは逆向きとかも考えてあげて、なんか K 倍してあげて C までたどり着くことができる。こんな K が存在するっていうのが、ABC が同一直線上にありますよ。こんな条件というふうになるんですが、今回は複素数平面で、この複素数っていうのは、ベクトルの処理っていうのも可能になっているわけです。なので、この条件っていうのを複素数の形で表してあげると、まあ、これは気持ちの部分ではあるんですが、これをイメージしてあげて、じゃあ今回 A が1で B が Z で C が Z の2乗ですので、K 倍の AB は B-A、すなわち Z-1。で、AC っていうものが Z 2乗マイナス1ですよと。すなわち、こんな実数 K が存在するっていうのが、3点 ABC が同一直線上にありますよ。そんな条件というふうになるわけです。で、今回は Z は1ではないよと、 Z not 1の状況ってのを考えているので、じゃあ両辺を Z-1 で割ることにしましょうと。これ Z 2乗 -1 っていうのは2乗引く2乗ですので、あとその積に分解することができ、 Z 足す1と Z 引く1で、1ではないので分母に Z 引く1を持ってくることができ、約分することもでき、これが Z 足す1というふうになりますよと。すなわち K イコール Z 足す1というふうに表すことができる。すなわち Z 足す1っていうものが実数ですよと、Z たす1っていうものが実数ですよということで、こんな条件を考えてあげれば OK。で、冷静に考えてみたときに、じゃあ1足して実数ということは、まあそもそも、まあ Z が実数ですよと。こういうふうな条件になるわけです。で、もうちょっとまあ式として扱う際には、Z たす1っていうのは実数ということは、実数の条件として、じゃあその複素協約をとっても変わらないよ。これが実数という条件でした。複素協約を取るっていうのは A たす BI を A-BI というふうにしますよと。それでも変わらないっていうことは、そこの I の係数の B の分が0ですよ、すなわち虚部が0ですよということで実数ですよと。すなわちこんなような条件を処理してあげても得られるんですが、これ Z たす1イコール、これはバーの性質でばらすことができるよと。 Z バーたす1バー、この足し算のバーっていうのをばらすことができ、1は実数なので協約を取っても変わらないよと。じゃあ両辺1を引いてあげると Z イコール Z バーと。なので、こういうふうな感じで、式としても、Z が実数となるよ、こういうふうな感じで確かめることができるんですが、とりあえず、じゃあ異なる3点 ABC というふうになっているときに、じゃあそのときに三角形が成立しないという条件っていうのは、Z が実数になっているよと。こういうふうな感じで、成立しないという条件を処理することができました。で、今、プラマイ1、0っていうのも実数というふうになっているわけです。プラマイ1、0以外だったら実数で、プラマイ1、0の瞬間っていうのは実数というふうになっているので、このまたはの部分っていうのは一つにまとめることができ、すなわち Z が実数となっているときに三角形が成立しないよ、これで三角形が成立しない条件っていうのを処理することができました。なので赤の条件、じゃあ三角形が成立するという条件は実数ではないよと、すなわち Z っていうのが虚数というふうになるよっていうのが三角形が成立する条件ですよということで、これで赤の方の条件処理がおしまいです。ちなみに少し補足をしますが、今回は三角形の成立条件っていうものを丁寧に確認したわけなんですけど、今回鋭角三角形というふうに言われていて、この時の条件としてこの3点が異なるよというような条件のもとではあるんですが、この時に3つの角が鋭角、これは0度も含めた場合なんですが、 A も B も C も0度も含めて鋭角みたいな条件を考えてあげると、実は三角形の成立条件は満たすよということが実は確かめられるので、実はこっち側の3点が異なる時の同一直線上にあるみたいな条件っていうのはこの鋭角という条件に含まれるので、実はこれなくても正しい答えが得られるわけです。
ただこれは A 角という時で、例えばこれもし問題文が鈍角というふうになった時にはこの成立条件っていうのはちゃんと確かめなければいけないので、そういう場合でもちゃんと通用するようにということで、ここではちゃんと丁寧に成立条件も処理をしました。やっぱり問題文で与えられた条件っていうのを一つ一つ漏れなく丁寧に処理するということが大事ですので、まあ、今回は結果的には A 角なので実は不要な条件ではあったんですが、実際の試験上だとやっぱり与えられた条件をちゃんと全部処理するってことは大事かと思いますので、一応丁寧にこういうふうに処理をしました。これで三角形が成立するという条件の処理が終わったので、今度は A 角という条件を処理していこうと思うんですが、これは角 A が A 角で B も A 角で C も A 角ですよと、なので順番にやっていこうと思うんですが、じゃあまず角 A が A 角であるよというようなこんな条件を処理していこうと思います。じゃあ角 A が A 角であるよっていうのをどういうふうに処理できるのかというと、これは複素数の処理ではあるんですが、角度を考えているので変角アーギュメントを考えてあげるんですが、角 A を考えるようなそのアーギュメントはどういうふうになるのかというと、これは z-1 分の z 次乗 -1 という複素数のアーギュメント、この場合は回転する向きによって負の場合も考えることができるので、すなわちこれが A 角というのが2分の π より小さく -2 分の π より大きいよと、まあ、この複素数の変角としてはマイナス π から π の間を動くよというふうに考えたときに、じゃあ A 角となるという条件は負の場合も考えられますので、マイナス2分の π から2分の π の間ですよ、こういうふうな感じで処理することができます。この複素数の部分の気持ちとしては、まあ、当然こういうふうな感じのことが成立するわけではないんですが、気持ちとしては AB ベクトル分の AC ベクトルに当たるようなそんなものを複素数で表したものです。すなわち AB ベクトルにどんな複素数をかけたら AC ベクトルに当たる複素数になりますかと、その複素数での掛け算っていうものが回転と拡大っていうのを表しますので、まあ、その変角、そのアーギュメントの部分っていうのは回転角を表しているわけです。まあ、逆向きの場合も含めているのでマイナスの場合もあり得るんですが、これがマイナス2分の π と2分の π の間ですよと、今この部分の回転する部分のこの角度っていうのを表しているのがここですよと、なのでこれで処理することができるんですが、まずこの複素数の部分を処理してあげると、z-1 分の分子の方が z たす 1z マイナス1と、すなわちここ約分されて z たす1というふうになりますよと、まあ、今 z が虚数というふうに言っているのでちゃんとこういうふうに z-1 っていうのは文法に来ては問題がありません。 z イコール1だと次数というふうになってしまうのでこの条件に反するわけです。で今計算した結果ここが z プラス1ですよというふうになって、じゃあ z たす1というものの変角がマイナス2分の π と2分の π の間ですよと、じゃあこれはどういうことかというと、これはこの z たす1の実部が正ですよと、こういうふうな感じで処理することができます。今回変角がマイナス2分の π と2分の π の間ですよということですので、範囲としてはすなわちこの右側ですよと、変角がマイナス2分の π と2分の π の間ですよと、すなわち右側にあるよということですので実部が正というふうな感じで表すことができます。で1足したものの実部が正ですよということですので、じゃあこれ z の実部がというふうに直してあげるとマイナス1より大きいよと、1足したものの実部が正ということですので、じゃあもともとの z の実部っていうのはマイナス1より大きいよと、これで処理することができ、とりあえずこれが a が a 角であるよというような条件というふうになります。すなわち z の実部っていうものがマイナス1より大きいよと、これがまず1つ目で、あと同様に b と c っていうのを処理していこうと思います。じゃあ今度 b が a 角であるよというものに関しては、じゃあ今度は BA と BC みたいな感じで取ってきてあげれば OK ですので、じゃあこれを BA、BC みたいな感じに変えてあげれば同様に処理ができますよと。じゃあ BA に当たるのがこれが 1-Z と。で、BC に当たるのが Z 次乗 -Z というふうになりますよと。すなわち 1-Z 分の Z でくくれて、これは Z-1 というふうになりますよと。分母の方をマイナスでくくってあげるとマイナスの z マイナス1というふうになるので、こう約分されると今度はこれがマイナス z というふうになりますよと、ここがマイナス z というふうになって、あとは同様なんですが、じゃあマイナス z というものの実部が正ですよというふうに処理ができます。マイナス1倍して実部が正ということはもともとの z の実部としては負ですよと、マイナス1倍するとこの実部の部分っていうのがマイナスつくだけですので、結局実部だけ注目したときに z の実部が負ですよと、これでじゃあ b が a 角であるよという処理ができました。 z の実部が負ですよと。じゃあ今度は c が a 角という処理をしていこうと思います。 c が a 角ですので、まあ、これも同様に処理することができるんですが、じゃあ例えば ca ベクトル分の cb ベクトルに当たるようなそんな複素数を考えましょうねと。すなわちこれは 1-z の次乗
分の z マイナス z の2乗とこういうふうになり、じゃあこれも計算することができ、分母の方が1マイナス z、1プラス z と、分子の方が z でくくれて1マイナス z ですので、約分されてこれ1たす z 分の z というふうになりますよと。すなわちこの部分っていうものが今1たす z 分の z というふうになったので、あとは同様で、じゃあ1たす z 分の z の実部というものが正ですよ。こういうふうに処理することができます。で、この条件っていうのをさらに図形的に考えて処理することもできるんですが、まあそういうことを考えるよりは、まあ後で結局 x+yi みたいな感じに直してあげれば、まあ普通に計算によって処理できるので、まあこれちょっと複雑な形だということで、まあ一旦これで止めることにして、後で細かい条件を処理することにして、とりあえずこの3つの条件が出てきたよと。これが A 角となるよという条件ですので、これで三角形が成立する。そして A が A 角、B が A 角、C が A 角。ということで、これで A 角三角形となるよという条件が処理できました。あとは、ちゃんとこの範囲を図示してくださいというふうに言われているので、図示できるような条件というふうに書き換えていこうと思うんですが、特に一番厄介なのが、1たす z 分の z の実部が正ですよというような、こんな条件を処理しなければいけないんですが、これに関してはそのまま処理するというのはちょっと大変そうなので、じゃあここで x たす yi みたいな感じで、xy を実数というふうに置いてこういうふうに処理していこうと思います。まあ複素数のまんまちょっと考えてあげればできるんですが、こっちの方が確実ですのでこれでいこうと思うんですが、まずじゃあ z が虚数ですよというふうに言っているので、じゃあこの y っていうのは0じゃないですよと、ここの虚部ってものは0じゃなければ虚部が残るのでこれが虚数ですよというふうな条件というふうになるわけです。で、あとは z の実部、すなわちこれ x ということですね。z の実は x というふうになっていて、これの範囲がマイナス1より大きく0より小さいよっていうのが上の2つの条件と。で、最後の条件に関しては計算しようと思うんですが、1たす z、これは x たす yi で、こっちが z ですよと、すなわち x たす yi、 1たす x たす yi 分の x たす yi で、これの実部を知りたいので分母の実数化っていうのをしようと思うんですが、1たす x たす yi で、これ x たす yi というふうになるんですが、これ分子分母に分母の協約をかけますよと、1たす x マイナス yi、 こっちにも1たす x マイナス yi ってのをかけましょうねと。で、この時にじゃあ1たす x の2乗プラス y の2乗と、まあ、ちなみに今回は分母に1たす z、 すなわちこんなものが来ているわけなんですが、まあ、例えば y が0じゃないよみたいな条件があるので、この分は必ず正、こっちが0以上というふうになっているので、特に分母の条件を記念する必要はありません。で、さらにこっちの部分を展開してあげたときに、まあ、今実部だけ注目しているので、もう実部だけ計算しようと思うんですが、x1 プラス x と、あとこっち側の方で、マイナス y 次乗に i の次乗をかけるので、プラスの y 次乗と。で、あとは、なんとか i みたいな感じのがついてくるわけなんですが、こういうの実部の方だけ注目するよと。すなわち、1たす x の次乗足す y の次乗分の、x1 たす x プラス y 次乗、これが正ですよというふうな感じで処理することができます。ちょっと計算は大変でしたが、結局割ったものが正ですよと。で、今回この分母は正ですよと、この y ってものは0じゃないので y 以上が正、こっち0以上ですので分母は正ですので、結局何かを正のもので割って正になるよと、すなわちこれは分子が正ですよと、まあ、両辺に1たす x の次乗足す y 以上正のものをかけたよというふうに判断してもいいんですが、すなわちこの最後の条件っていうものはこの分子が正ですよということで、これで処理ができるんですが、この分展開すると x 次乗プラス x と、で、これが円の形というふうになっているので平方完成すると x プラス2分の1の次乗足す y 次乗を、で、この部分に勝手に4分の1を足しているよと、 x 乗足す x 足す4分の1がこの展開なんですが、もともとないので、じゃあ右辺の方にもちゃんと4分の1ってのを足してあげて、これでこの3つ目の A 角に関する条件の処理がおしまいで、ここの2つ合わせてあげて、これが青の方の条件ですよと。で、これが今 z イコール x たす yi というふうに書いた時の、まあ、z の範囲ですよと。まあ、これが z の範囲というふうに答えてもいいのかもしれませんが、あとはこれを図示してあげておしまいで、じゃあ今回は xy 平面というふうに思って、今 x たす yi というふうに置いているわけなんですが、実軸、虚軸と。まず y っていうのは0じゃないよということですので、結局ここの実軸上ではないですよっていう条件と、あとはもうマイナス1と0の間ですよというふうに言っているので、マイナス1と0のここの間にありますよと。さらにマイナス2分の1、0中心半径2分の1の円、すなわちちょうどここに綺麗に
こんな感じの円っていうのは引けるわけなんですが、これの外側にありますよと。マイナス1と0の間にあり、あとはこの円の外側にありますよと。すなわち領域としてはここの部分で、まあ、イコールは含まれていないので境界は全部除きますよと。一応 y のと0っていうのはこことここが含まれていないので、ちゃんとこの条件満たされていて、結局今回は境界を除くこの範囲ですよということで、これで図示することができました。はい、ということで今回は2016年東大理系の第4問を見ていきましたが、まあ、与えられた条件っていうのを式で表して、あとはそれを計算していくだけということですので、やることに関してそんなに困る部分っていうのはないんじゃないのかなというふうに思います。しっかりと三角形が成立するという条件と鋭角という条件を処理してあげて、あとは計算していって、それを図示してあげればおしまいということですので、そういう意味ではそんなに難しくない問題ではあるのかと思うんですが、ただ複素数平面上の、まあ、例えば鋭角三角形とか鈍角三角形みたいな、この三角形の形状に関する処理っていうのはそれほど典型的なテーマというふうに言えるわけではないと思いますので、意外とできなかった人っていうのも多いんじゃないのかなというふうに思います。なのでそういう意味では合格を勝ち取るためには結構取りたい問題なんじゃないのかな、そのぐらいの問題だというふうな印象です。はい、ということで今回はここら辺で、また見てください。バイバイ。